イエスパパイエス。三問。僕はすごいバカだと思います。好きだよ。どうも、マネラン気分の皆さん。何を隠そう、小栗旬です。取材を現場に来るインタビュアーさんとかにも切れちゃったりして、頑張ってくださいねって普通に言ってくれたのに対して、別にあんたに言わなくても頑張ってんだよって言っちゃったり。いかないこいつあぶねご飯が炊き上がりました。ご飯が炊き上がりました。まあいいか。いやダメだ。探してますね。鱗見つかりますかね。鱗と、そこにいつも食事シーンに参加できない小栗くんが登場。先ほどの水島くんに釣られたのか。素敵ですね。当たり前体操スタート。当たり前当たり前当たり前体操スタート。当たり前当たり前当たり前体操やめろややめろややめろや。では最後は3人で合わせてみる方に。はっはぁ、ずるいもの、自分の歯だけ目立たせてねえ。本当ですよね。もう一回ということで、今度こそはっはっはっ。ごめん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 、合わせるつもりだったの、合わせるつもりだった、ごめんごめん。やってほしい。だって言わないところで言ってたじゃないですか。まずいやいや、まず気持ちがね、気持ちがそうなったんです。そういう時ありますよね先生。ありますあります、ね、最初はそれにびっくりしちゃって。あー、でもそうですよね、はい、いかがでした。これ本当にすごいんですよ。もう当たると、はい、顔とかこう揺れちゃうぐらい圧がすごくて、思わず一発目はもう笑ってしまいました。やっぱり最初はこう思わずびっくりしました。ここまでとは想像以上。はじめまして、車好きですか。燃費やトルクや回転数は好きですか。で、車の全てが好きです。愛してます。フェチです。すいませんすいません。近寄りがたい雰囲気を最初に
わざと作るんですよ。あ、そうなんですか。ね、あのなんですかね、最近意外となくし始めてるんですけどね。なんでって聞いたら、はい、いやなんか俺人に舐められるの嫌だから人にプレッシャーを与えるっていうのはすごく好きなんですよ。いじめられるよりて3丁目にやってきました。新宿はドラマでも舞台になりますね。そうですね、ロケすることも結構多いですね。そして2人はオムライスをよく食べるって聞いたんですけども、ドラマの中でオムライスっていうのが結構キーワードになっている。そうですね。ちょっとこちらの洋食屋さんに行きたいと思います。なんか気に入らないことがあるんだったら言ってください。すぐ対応しますから。どうしたんですか。ちょっとね、わかるよ、うん、今の移動時間でしょ、うん、で、がっつり眠たくなっちゃったんですよ。だって5時まで今日撮影してる。いや、ぴったんこカンカン俺に任せろって言ってたじゃん。だからいいんだよ、ぴったんこカンカンこういう感じなの。だから好きなの。だから好きなんだ。だから好きなの。わかりました。何したって安住さんがどうにかしてくれるの。そういうことか。私も、もう指示を過ぎましたのでどうにもならないとやりますよ。最後まで聞きなさいよ。オムライスの美味しい店がありますんで、はい、食べたい。お腹すいた。はい、行きましょう。まず30だしも、まず昨日の夜、うん、うちの母親と食事をしたんですけど、うん、うちの母から「しゅん、本当に一つだけ言うよ、うん、あなたは本当に2枚目じゃないからね」ってうちの母親から言われて、うん、いやそんなことは分かっているよ。やるよ。いや今でもかっこいい。今いいよ、今いいよ、今いいよ。ああ、いいいいいいよいいよ。だっては今のこういう顔見てかっこいいなと思ったりしないの。あ、じゃあこういうの見てかっこいいなと思うようにします。好きなんです、その仕草も好きです。チュンチュン、かっこいいよね。かっこいい。じゃあ岡田君、あの呼んであげて。しゅんくん、あんたには絶対負けねえから。俺かっこいいな。最近口を開けば寂しいなっていう。この間初めて独り言で寂しいなって出ちゃって。ウエス、にゃ